皆さんこんにちは、ダイタラです。名探偵ピカチュウじゃなくて名探偵ハリーやっていきたいと思います。さあハリー、ティムのお父さんですね。でピカチュウと名探偵ピカチュウと同じ声をしている人物でして、名探偵です。さあこの人を操っていきましょう、うん、暴れポケモンすごっちゅい。さあ現在暴れポケモンが出てね、こう竹林がね、なんだろう、立ち入り禁止立てるんだけど、前回なんとか鍵ゲットしたんでね、その竹林の探索今からやりたいと思います。なんか声聞こえた。誰の声今のポケモン。なんだ。いや、うわー、いわーく今の。わからへん。うわーって。さあさあ、重いな。よし、開いた。今のが多分暴れポケモンの声なんだよね。なんか暴れポケモンが出てるせいで、ちょっとここの竹林に立ち入り封鎖されてて、なんかね、ピザ屋さんとか、この竹炭っていう竹の炭を作ってる人とかがめっちゃ困ってるんだよね。さあ、こっちの方探索していきましょうか。うん。ん?静かすぎるな。ポケモンたちの気配もない。何が見つかるか、行くぞ。さあちょっと探索してみましょうか。やれやれ。すごい。おっと、いきなりか。道が封鎖されとるな。うん、さて、竹林で何が起こったのか。竹林の道が怪されていった。何が起こったのか調べてみようか。何が起こったんだろうね、この竹林で。ちょっと現場検証しましょう。暴れポケモンはここまで来たのか。門に鍵をかけたのは正しかったよ、親方。なんか、おられてない。よし。現場の痕跡は状況を雄弁に語る物語。見逃さないように調べよう。ここも壊されてる。やばい、爪痕。うん、この傷の跡は鋭い。勢いを削ってる機械やポケモンの爪か。ってことは爪があるポケモン。足跡2種類あるよ、これ。なんだろう、この足跡。うん、ポケモンの足跡か。大きい足跡と小さい足跡。何してんの。小さいのは相撲してたポケモンかな。不思議。大きい足跡は踏み込み具合から重いポケモンのようだ。なんだろうね、サイドンとか、ドサイドンとかじゃないの。でかくて重い。こんな足跡わかんねえ。小さな足跡は妙に数が多い。なんだろう、隊列。脇道の方に行った。いや、全然わかれへん。で、これ竹折れてるってやばくね。竹が折れてる。この量の竹がまとめておられた。やば。そんなパワーあんの。相当えぐいポケモンで、断面から行って、断面の変色から行って、今朝だ。今朝行かれたの。これ何これ、うん、地面に大小の焦げ跡がついてる。これ焦げ跡なんだ。このタイプ。周りの竹や草に焦げた様子はない。火が燃えたわけじゃない。電気技。ピカチュウかも。実はピカチュウです。あると思います。違うか、ピカチュウいないしな。推理してみるか。ちょっと見てみるか。謎を解いてみるか。はい。さて、竹林ので何があったのか推理してみましょうか。よし。何が起こったのか情報から推理してみよう。ポケモンたちが争った。大きさの違う2つの足跡から、電気跡のやつ、焦げ跡からポケモンたちが争ったと見られる。まだわかんないね、それは。竹炭を運ぶ途中に落とした竹垣の傷は、これは竹炭を落とした跡だ。なきでだろ。じゃあこれか。天気が荒れて落雷があった。地面の焦げ跡と折れた竹、落雷があった。いや違うな、絶対ポケモンだわ。ってことはこれか。大きさの違う足跡から見て争った、これか。まず大きさの違う2つの足跡、これは大小のポケモンがいた。足跡の状態からお互い出会ったと見ていい。次に地面の焦げ跡、電気タイプの電気の技だ。手がかりから考えるにポケモンが争った。でそれぞれの足跡を言えば暴れポケモンにつながるぜ。暴れポケモンは2種類いるんだ。2匹いるんだって。怖い。うん、2つのポケモンの足跡を追えばこの場にいたポケモンについてわかる。暴れポケモンにつながるといいが。じゃ行ってみるか、とりあえず。何が出てくる。どっち行く。右曲がるか、まっすぐ行くか。ん、どうしたんだ。おい、大丈夫か。何だっけ名前。ピカチュウ、ボルテッカーだ。ピカ、ピカメガ、その子に手を出すな。ピーカー、ピーカー、わかったわかった。ピカチュウ、俺は何もしないぜ。仲間を守ってるんだな。ピーカチュウ、ピカピカ、ごめん。ピカチュウ技使えてるやん。ピカチュウやった。小さい足跡のポケモン2匹なのか。ヤンチャム、そうだ、ヤチャムじゃなくてヤンチャム。うん、ピカチュウを刺激しないように観察しようか。さてさて、何もしないから調べさせてねーっていうピカチュウだ。かわいよ、うん、ピカチュウがヤンチャムを守ってる。やけに気が立ってるが、人間が嫌いか。
さあか、さっきのコギャドとかいいね、こいつの電気当たったとしたら説明がいくんだ。ビカビカ。さて、ピカチュウが出てきたでちゅう。なんでこった、大丈夫か。で、手足をうまく動かせないような、これは麻痺状態か。麻痺にかかってるの今。なんかある、あと見るとこ、ピカチュウ元気でちゅう。なんかあった、頭疲れが見える、怪我もあるし体力も落ちてる。小さい足跡はヤンチャブたちか。大きいポケモンにやられたんだろう。ジャムー。よし。さて、これが現状ですね。ピカチュウめっちゃ威嚇してる。ヤンチャブの怪我は体力低下と麻痺だ。思ったよりひどいぜ。どうしよう、直してあげなきゃ。麻痺直しないかな、漢方薬行こうか。直せそうなもの、町行けばなんかあるだろうか。探して持ってきてやろう。頑張ってくれ、ヤンチャブ。さあ、ヤンチャブが直せるものを持ってきてあげましょう、だって。あの、漢方薬屋さんだろう、多分。お、少年よ、どうしたんだい、どうしたの、怪我したポケモン見つけたんだ。薬になるもの知らないか。それなら漢方薬がいいと思うよ。何でも聞くんだよ。漢方薬、そうか、言ってみるよ少年。確かに。おじいちゃん、何を聞きたいんだい。ピカチュウ。ああ、いや、新参者だ。最近見かけるんだよ。秘書の争うやつだったから下手にちょっかい出さない方がいい。身をもって知ったよ。怪我したヤンチャブを構うように飛び出してきたよ。骨のあるやつなんだな。今度会った時褒めてやるか。ヤンチャブ直し方。さてさて、傷薬がないかい。怪我したのか言わんこっちゃない。いや、ヤンチャブが怪我しててさ。そういうことか。この氷でどうだ、冷やしてやる。あ、氷ありがとう。今もらった人助け。怪我したところ冷やすか。ありがとう。よーし、さあ氷もゲットしたけど、漢方薬でしょ一番はね。カレー屋さんにあってね、ピザ屋さん、おしゃべれる、はい、探偵の仕事ですね。さあピカチュウ、少し前から竹林にピカチュウが住み着いてる。草ポケモンや虫ポケモンが多い中で電気ポケモンがいるから目立つんですよ。なるほど、暴れポケモンに出会ってなければいいんですが、さっきそのピカチュウに出会ったんだ。人を警戒してる。人間を警戒してる。無事でよかった。親方から鍵借りられたんですね。ああ、なんとか直せるもの、ヤンチャブが怪我で弱ってんだよなあ。大変だ、何よりも体力をつけないと。まあ、よし、どうぞピザ。体に優しい漢方ピッツァ。なんだよ漢方ピッツァって。俺も食いて。いや、ちょっと卵めっちゃ美味しそう、食べたい。お腹いっぱい食べただけいけば出ますよ。お、そうか、ありがとうな。食べれんのかな、漢方ピッツァってね。さて、漢方屋さんいた。何でも聞いてちょうだいよ。直し方。おばあちゃん、助けてくれよ。あら、どうしたの、漢方薬しかないよ。まさに漢方薬が欲しいんだよ。怪我したヤンチャブ助けたいんだ。体力が落ちてる。麻痺もある。あらば、いいのがあるよ。確かここにね。あとは万能粉だ。麻痺みたいな状態以上治るわよ。お金いくらだ、いいの、お金は。おいつはいい、ありがとう。体力回復に効く力の根っこが見当たらなくて切らしてるのよ。力の根っこをもう渡したかったけどね。とんでもない万能粉でも助かるよっていう。道具とかないの、見つけられたら探したいけど、企業秘密でなければね。企業秘密って言えばそうかね。やっぱ教えてもくれないか。力の根っこはいつも店長の息子さんが竹林で見つけてくる。へえ、大人には教えてくれないんだ。息子さんはね、石探してる、町遊んでるわよ。あの、さっき教えてくれた子かな、漢方がいいよって教えてくれた子ね。え、多分あの子だと思うんだけど。よキッズ、教えてよ。聞いたぞ坊主、漢方薬屋の息子は、うわ、うちの店行ってくれたんだね。いい漢方薬あった。おう、万能粉もらったよ。だから力の根っこが品切れだったんだよ。力の根っこか、あれ見つけるのにコツがいいんだよ。教えてくれよ。ね、見つけ方教えてくれ、頼む。力の根っこは竹林のの、どうしようかな、僕だけが知ってることだからな。まんまる石くれたら教えるよ。何まんまる石って。まんまる石だな。どうやって探せばいい。ピンプクが持ってるよ。竹林の動いてる草むら調べるとピンクが出てくるんだ。おい、すげえ、お、ねえ、なんか、あっちこっち行かされるじゃねえか、今回。竹林の草むらか。まんまる石探してくるよ。ちょっとキッズにお願いされたからさ。しゃあねえな。さあ、名探偵ピカチュウ。ピカチュウは今日出てくるんでしょうか。え、出てきたな、ピカチュウは。ハリーとピカチュウの出会いの物語みたいな感じなんだね、これが。竹林の草むらか。大丈夫、こっち側でっかいポケモンいない？ね。たまげ、たまげだけ。ピンポクいないけど。あ、その辺かな。ここっぽくね、うん、なんか動いてる。来たか。竹林思ったより広いかも。違う、ダーティングパイセンやないか。竹林の大先輩。だーダーテングが驚かさないでくれよ。俺がダーテングを驚かせてしまったか。ダーすまんすまん、気をつけろよ。ダーテン、ダーテン、悪いんだ、調べさせてもらってるぜっていう。草むら探してそこ調べるしかないんだよ。なんだここは。まだあった、ここも、
ここも竹が折れて取れないか。ヤンちゃんも助けたら調べようか。何ここ、落石これ。元からこんな感じだったんかな。なんかミツハニーがちらっとおるな。さ、草むらを、なんか落ちてた今。あ、びっくりした。落ちたわけじゃないんだね。草むらをちらちら見ながら、どうだこれは。ピンプが出てこい、うん、なんか聞こえたか、いるか、どうだ、出たー、ピンプ。卵みたいな石が好きっていう。ピンプク石くれよ。プクプク。ピンプクか。お腹に抱えてるのは卵じゃなくてまん丸石か。プクプク。おくれるのか、ありがとう。なんて気前のいいポケモンなんだ。いい子じゃんけ。これ何これ。うん。何の穴だ、深そうだな。こういう穴って子供の頃遊んだな。ディグナがいなきゃ探してさって。ディグナがいるかも。ねえ、ビッパいる。ビッパビッパビッパ。水飲んでるビッパ。よし、じゃあちょっとキッズのとこ行くわ、今から。さあ、キッズ持ってきたぞ。マーマル石持ってる、オッケー、うん、これか。ああ、そうそれだよ。友情の証した大事に使ってくれよ。ありがとうよ。じゃあ力の、ね、根っこの取り方教えるね。これだよ。何これ、木の実、ナナの実。コルビーの大好物なんだよ。穴を見つけたらナナの実を近づけるといいよ。あの穴、コルビーが出てきて穴の中を調べるんだよ。力の根っこがあるのか。ああ、頑張ってね。ポケモンの経過直してあげてね。いいやつじゃん。ねえ、助かったよ。さっき見つけたあの穴だね。じゃああそこに木の実投げ込もうぜ。投げ込むのか、近く置くのか。なんか申し訳程度のポケモン要素やな、ハリーのショーはやっぱ。ねえ、さあうまくいけばホルビーが出てくるぞ。出てくるのか。出てきたアルビー。アルビー、耳のシャベルは絶好調だよ。耳で掘ってんだ穴。すげえなおめえ。ホビー。アピアピ。びっくりした。ナノの実出したのに飛び出してきたぜ。くんくん、ホビー。あ、持ってんのか。耳突っ込むな。ああ。ホビー。ナナの実取られちまったよ。まあいいさ、お前にやるよ。穴調べさせてもらうぜ。さあ、ホルビーの穴。力の根っこ取ろうぜ。深いな。お、あー、せーの、よっと。お、力の根っこだ。来たぜ。で、どう使うんこれ。洗うか、ちょっと一回。推理してみるか。直せるものを推理しよう。いや、謎解くんじゃなくて持っていけばよくないか、ハリー。なあ。さあ、推理しようか。よし。聞きそうなもの集めた。ヤンチャムの怪我に合うもの、あー。探せ。手当たり次第試すのも手かもしれない。ヤンチャムの体力が落ちるかもしれないし、無茶はさせられないベストのものを選ぼう。さあ、まずは冷やす。まあいいだろう。まあいいもんだよな。ピザ食べる。ピザ最高だろう。で、漢方入ってるからね。でも、まあ、これ体力回復して麻痺を治す。ヤンチャムの怪我は治る。あまりにも簡単すぎるが、うん、ヤンチャムの状態は体力低下と麻痺。この場合使うのは力の根と万能粉だよ。行こうか。よーし。え、ピザはどうすんの？店長のご厚意でもらったピザ。僕が食べましたって。よし。ピザは後でみんなで食うか。ピザパーティーだ。ピカチュウも一切れぐらいあげるよ。うん。ヤンチャムも二切れな。残り全部俺な。約束やで。じゃあ、来たよ。よし。待たせたな、薬持ってきたぞ。ピカピカ！お前は偉いぞ、ピカチュウ。しっかりヤンチャム守ったんだな。ビリビリ食らわされそう。ピカピカ。違う。いやいやいや、いや見てくれよ、俺はあいつの手当てをすごい形してるな。ピカ、ネッコ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 、これ食べな。よしよし、おとなしくしてるんだぞ。ネッコ食べさせるん。これを食べればすぐに良くなるさ。わんわん、うまいうまいうまい、うまずまずかったか、聞いてる証拠だぜ。粉も食べた、粉も。麻痺も治ったか。腫れてるとこをひこりで冷やしとくか。ピザも食うか。あ、治った、早い。だいぶ元気になってきたみたいな。よかったよかった。お相撲さんごっこしてた。さて、問題はヤンチャムをこんな目に合わせたやつの正体だ。誰だろうね、そのポケモン。で、何？誰だ、ほんと。この声は。わかる？今の。カバーって、カバルドンかもしれん。違う、なんて聞こえた、全然分かれへん。ポケモンの方向か、奥の方から聞こえた。お出ましか、暴れポケモン。いや、誰なんだ。ピカピカピカチュウ、ピカチュウかわいよ。ヤンチャーム、よし、ヤンチャームもご苦労様だ。これなんだ、カモネギいる。ネギでかいな、思ったよりね。こんな風にマップを見たらいろんなところにいろんなポケモンがいます。楽しい。さて、暴れポケモンの正体とは一体誰なのか。ガチ誰だ。ダーティング、ダーティングじゃない、誰マジで。こっち奥に行こう。ドラー、
何ドラパルト誰だ本当に。ほうほうどうしたほうほう逃げてきたんか。待ち合わせはきっちり。ドラピオン、なんだろうドラ。この先だな。この先上か、上で行くの。さてどうする。ででんと、候補がやってきた方法じゃない方向に行くにはね、候補は暴れポケモンを見て逃げてきたんだろう。あっち行く方法考えようか。ね、俺が追ってるものと一致するんだ。暴れポケモン、候補がいた場所の近くに暴れポケモンがいるんだ。周辺を調べて進む手段を考えよう。もうこれやないの。なんかこの向こう側行けるか調べてみよう。なんかあるある、暴れポケモン通った後あるわ。入り口にあったものと同じだ。暴れポケモンのものとね、見るのがいいだとだ。足音を追うのが難しいな。ね、なんでこれ竹どうしよう。これ入り口の竹と折り方が同じだ。ダメ、もう新しいぞ。今日折ったのかな。どうしようこれ。たくさん倒れてると通れる隙間はなさそうだ。上通ればよくね。隅っこ通ればよくね。いやもうわかんない、ゲームですんで。はい。ここ手前から通ればよくないかな。いやダメダメ、そんなことできない、うん、改めて見るとすごいなこれは。これ岩崩れてんの、うん、ねえなんかあるかも。なんかあるかこれ、うん、大きな岩だねえ。落ちてきたのが崩れて崖になってる。大きな岩がある。でもめっちゃとっかかりあるから登れそうやけどな。頑丈だ、崩れることはないな。頑丈すぎる岩上、うん、元は坂道だったんだ。がっつり押しつぶされてるの。単なる落石が暴れポケモンの仕業が。よし、もう全部見たんだ。どこ通っていけばいいんだろうなこれ。推理してみる。もういけるの推理で。よし、ほんま。じゃあ見てみるか。ででんと、さあどうやって行こうねえ。候補がやっていた方向行くにはどうしたらいいねえ。どかして進め。倒れた滝が道を塞いでるが、なんとかどかせば折れたら通れるかもなっていう。穴を通れ。掘った穴が向こうに通じてるかもしれない。一か八か閉じ込んでみるか。思い切って岩を登れ。で、起きた岩によって坂道が崩れたら、坂道の先には道があるはずだ。岩を登れば、上の道で暴れポケモンに近づけるだろう。でも多分こん中じゃありそうな、やっぱ岩だよな、登れそうなの。わかんねえ。あ、オッケーなんだ。大きな、岩が崩したのは坂道だ。道がある。登って足場にすれば、で、道も届くだろうし、暴れポケモンに近づけるぜ。よし、オッケー。穴に入るとは相当やばい手段よ。オッケー。というわけで見事達成です。道が続いてる。一度登れば戻るのは難しい。後で考えたらいい。いけるいける。さあ、ロッククライミング行きましょう。登れ登れ。さてと。アクション来そう。一応登ってみるか。ワープすんなよ。登るゲームしよう、登るゲーム。登るゲームなかったわ。一瞬で登ったよ、ハリー。なんだ、行動みたいなのがあるぞ。やれやれ。いや、登りだね。何年ぶりだ。体力つけたけな。思った通りだ。道がある。これで暴れポケモンに近づけるぜ。すげえな、この岩、ここも。炭鉱みたいなのあったけど、これ、入ると怖いぜ。誰かいる？え？ボスゴドラの進化前のやつ。暴れポケモン。何してるんだ？誰だ、あいつら。ふむふむ。話聞いてみるか。ちょ、行動を調べる前に。ねえ、この子マジ力強いんすよ。あ、ピカチュウ来た。ピカチュウ危ないよ。ピカチュウ見ちゃう。おい、待て。あ、タイプ相性が。なんだ。ピカチュウだ。やれやれ。やれやれ、行っちゃうか。おい。お前たちここで何をしてるんだ。何って、タケノコ狩りですよ。どうやって入ったんだここまで。ね、おかしいな。そうは見えないようだが。Cじゃねえよ。Rで黙らせ。R。A もな、イニシエのやつ目真っ赤になるやつよこれ。やば。ポケモンが凶暴化する。ピカチュウ逃げるぞ。逃げるピカチュウ。ピカチュウ危ないぞ。ポケモンバトル始まるの。今一つや、多分効果は。あかあかあか、強い。ピカチュウを助けろ。危ない。任せろ俺に。逃げるんだピカチュウ。ほら頑張れ俺。やはりナイスハリー。押し返せ。人間のパワーはなめんな。そりゃ、うん、よう抑えきれたな。こっちだピカチュウ。ピカチュウ
強い、こっち来んなお前。やばいぞ、コード入ろ、コード。急げ、いた。お前の体でかすぎ。なに、どうしたの、その行動。なんかとんでもない深さしてたんかな、奥穴あったんかな。やばい、ピカチュウたち勢いで入ったから止まれへんかったかもしれん。あれ、おはよう、元の世界帰ってきた。ビビったー。ピカチュウってば。何があったの、あそこの炭鉱で、ねえ、洞窟で。え、気になる。よかった、気がついたんだね。あー、テム、寝ちまったか。ねえピカチュウ、前にも同じようなことあったね。一度ちゃんと見てもらった方がいいかも。おいおい、ちょっと寝ただけで俺を病院扱いか。そういうわけじゃないけど、突然寝るもんな。エイサ、それより思い出したよ。俺は昔来たことあるんだ、ここに。え、どういうこと。ピカチュウが思い出したこと。何思い出したの、ピカチュウ。俺は暴れポケモンが出ると聞いてバンブーストリートに来たんだ。そこで親方から門を借りた。コドラと戦ったりしてさ。ねえ、そうそう、ハリーと会ったのもチクリなんだよ。いや、借りたのはハリーで、なんか記憶混ざってない。懐かしいな。鍵を借りて父さんと出会った。ピカチュウ、何があったの。倒れたと思った、今元気。大丈夫だと思うけど、なんか俺はだって健康だ。ちょっと尻滅裂になってるぞ。もう少し話聞いてみるか。借りたこと、門の鍵借りたってどういうこと、どういうことだ。俺はこの町に暴れボギョンが出たと知り調査しに来たんだけど、目撃情報のあった竹林には入れなくて門に鍵がかかってたんだ。鍵を持っているねえ竹林屋の親方が頑固でな、借りるのに苦労したぜ。ピカチュウが言ってんのおかしいだろこれ。ピカチュウ、親方方鍵を借りた。ピカチュウがエレベーターの修理するからってことでな、このまま鍵がついてるけど。ピカチュウはやっぱおかしくなってる、ハリーやん。やっぱ昔ここでコドラ戦った。そうだ、竹林で二度戦ったんだ、ヤンチャブ。そしてハリーを守った時だ。手たり次第襲ってくる困ったやつでな、電撃お見舞いしたぜ。技使えた、ピカチュウ。ピカチュウが電気技、昔は技使えた。ハリーと出会った、父さんと会った話だけど、ああ、竹林の調査した時だな。足音を見つけたの。それでねえ、俺は川を渡ってこの竹林に入ってな、しばらく住み着いていたんだ。何を言ってるんだピカチュウ。混ざってるぞ記憶が。やっぱり針を磨けた俺は危ないやつだと思って飛び出したんだ。ヤンちゃんを守るためにな。出会ったのはわかるけど話が繋がらないな。ピカチュウどうしたの。ピカチュウと父さんの出会いって随分と慌ただしかったのな。ところどころおかしな点があるから整理しておこうかなってなんかおかしいな、ピカチュウ。夢で見たことと現実が混ざってんじゃ。ピカチュウ怒りそうだな。あとピカチュウが落ち着いたら聞いてみるか。おかしな点探ろう。ピカチュウは頭おかしくなっちゃった。あ、矛盾しているぜ。何がおかしい。ピカチュウ電気技を使っている。ピカチュウは門を開けずに竹林に入っている。ねえ、鍵を借りた、おかしいだろ。ここが一番おかしいよ。確かピカチュウは竹林に父さんと出会ったりいた。ピカチュウは顔を当たって竹林に入ったはずだから、門の鍵を開けたで入ったのは父さんだ。父さんが聞いた話を自分のことと勘違いしてる。ピカチュウはなんか頭おかしくなってる。おい、やっぱハリーやねえかこいつ。どう考えても。ピカチュウ本当大丈夫、待ち休む。ああ、心配しすぎた。ティム、まずはジェシカの手伝いをして、その後と話を聞こうか。ジェシカを狙ってる奴が出てきても一緒に行動したら彼女を守れる。うん、そうだ、行こうかピカチュウ。うっす。なんかすごいことになってきたな、展開が。怖くなってきた俺は、ピカチュウ。よし、とりあえずみんな今回ここまでにしときましょうか。ね、チャンネル登録してない、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。さあ次回がまた今度こそチクリの中入っていこうと思いますね。ピカチュウハリー編も終わって、この後の物語はどういう風に展開を迎えるのかちょっと気になってきましたね。次回も一緒に楽しんでいきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。